それは俺がやることだ。ならば炭になるがよい。了解、前線情報より集中浄化。
することに。ブリトラ復活に不満し我ら貴様ごときに関わっておる暇などないわ。これ以上あやつを野放しにしては大回転に支障をきたす。よい、悪鬼覆滅、撤中。アントラチャンバー室に侵入者あり。なんだこれは。それは神民より捧げられし魂から生まれたマントラよ。まさしく魂を天へと導く船というわけじゃ。ふざけた真似を。
が戦団をここまで追い詰めるとは。なぜじゃ、お主なぜここまで強くなった。原始極まる肉弾戦をこのわしが受けると本気で思うておったか。歓迎せよアスラ。して勝利なし。けだものが幅を利かせた時代はとうに終わったのだ。ん？何が？おお！ようやく世界は安定した秩序を得るのだ。そして何よりお主の娘ミスラ様の力がそれを支えておる。待てというに、何時とてこの世からゴーマを滅するために戦ってきたのじゃろう。それが間もなく叶おうというのだ。大回転がなされればもはや誰も犠牲になることなどない。そう、世界はブリトラの脅威より解放され、永遠の楽道。世界の話は聞き飽きた。やめろ。奴が気になるか。心配はいらぬ。殺したとて死ぬ玉ではあるまい。それでこそ我が求めた相手よ。カルロを倒したアスラ、次に現れたのはかつて死と仰いでいた男ゴーマズ。アスラは
カルロとの戦いで傷んだ肉体を休めながらオーガスと昔を語らう。それがほんのひとときの休息だとしても。